よいしょ。 OK、 行きますか。いやー、まだ7時なのにこんな朝早くからご苦労さんって感じだよね。よっ。行きましょう。朝がくぼう。さて、足がくぼう出まして、まだ早朝ですけどね朝7時なのにめちゃくちゃ混んでたな、足がくぼう。ということで皆さん、おはようございます。マットです。今日はいつもよく秩父に来るんですけどね、あの5月の後半ということで、そろそろポピーが見頃なんじゃないかなと思いまして、ちょっとポピーを探しに秩父の山々を走りに行きたいなと思いまして、まあ僕がねいつも秩父方面に来るときに走ってるルートではあるんですけどね、ちょっとポピーを探しにふらーっと山の方へ行きたいなと思ってます。もういいですね、5月の後半なのでこの辺の木々もすごい新緑の季節っていう感じで、走るのは気持ちいいですね。まだね朝なので気候もすごい涼しくて、まだ朝7時なのに299すげえ繋がってるんですよね。今日朝来る時もそうだったんですけど、なのでちょっと混雑が予想されますけど、今からねたまによく行くねあの秩父高原牧場方面に行きたいなと思いまして、あの秩父高原のガーって広がってる景色でたまによく僕あのデートナー置きながら喋ってるんですけど、あそこがね実はあの有名な天空のポピーっていう一面ポピー畑でして、まあ見るなら多分今日ぐらいが見頃っていう情報でしたので、ちょっと行ってきたいと思います。天空のポピーはいつも5月中頃に見頃を迎えるんですけど、ちょっとね先週ぐらいだとまだ全然咲いてなかったみたい でツイッターとかでちょっと検索して探してたんですけど、状況をなんかあの観光協会の中の人から今年はちょっと4割程度しか発育が良くなくてっていう情報をいただきましたね。お、なんだなんだ、あれさっき行ったバイクじゃねえか。うわー事故った。さっき動画回す前に299で後ろにずっと走ってたバイクだ、かわいそう。事故にも十分気をつけて走っていきたいですね、毎度のことですけど。で何でしたっけ、あそうだ、その観光協会の中の方からなんか直接ツイッターでリプをいただきまして、今年はあのポピーが例年より発育が遅れているっていうことで見頃がちょっとずれ込む、なおかつ今年はね発育状況がすごい悪いらしくて例年の4割程度しか咲かないですっていう情報をいただきましたので、よく天空のポピーとかで検索するとすごい一面ちょっと壮観な感じのポピー畑の写真が出てくるんですけど、あのような絵面はちょっと期待できないかなとは思うんですが、青か今信号、あれ工事の信号なくねと思ったらよく見たら青だった。なんかここにいつも信号あるような気がするなこれ何年工事ここしてんだよっていう。いやー早朝からやっぱバイク乗りの朝は早いな、めちゃくちゃバイク多いですよ。車はまだ半分ぐらいしか道の駅さっき埋まってなかったですけど、バイク乗りの朝は早いよね。だんだんこの秩父高原牧場に向かうね道はだんだん峠道になってきて、なかなか楽しい峠ですよ。イッホー、いい感じのコーナー、イッホー、いやー楽しいさあさあこの辺から広がってくるんですが、もうちょい上かな、二輪駐車場あるね、ちょっと上まで行ってみますか。おー、あー確かにちょっと微妙かもな今年は今年はちょっと微妙かもなこれ、あー咲いてる咲いてるけど、これがなるほど4割ってことか。カメラつけてる人多いですね、やっぱポピーをネタに。この時期は、いやこの時期の秩父走り来るんだったらポピーをネタにしないといけないですからね。じゃあちょっとこの辺で U ターンして、ちょっと秩父高原牧場まで一回行かずに空いてるうちに U ターンしてバイクと下に止めてきましょうか。おー綺麗、綺麗だけど多分写真で 見るともっと綺麗なんだよな。これが4割程度か。このエリア全満開時のあの写真のイメージが強すぎて、なんかああこんな感じかってなっちゃってますけど、
到着。朝早く来たおかげか、さっきガラガラだったんですけど、バイク駐輪場もかなり混んできましたね。なので僕は退散したいと思います。先ほども言いましたが、例年のね4割程度しか咲かないっていうことで、まあ僕も去年は来れなかったんですけど、一昨年かその前ぐらいかな、前に来た時に比べてあーっていう感じだったんですけどね、この辺も一面真っ赤になりますからね、例年だと。なんですけど、ちょっと上の方はね結構綺麗に咲いてて、その部分だけさっき動画を撮ったのでいい感じに綺麗に撮れてるんじゃないでしょうかね。こうどうごまかすかですからね、動画で。まあ天空のポピーはね朝早く来て見れて、今かなり混んできてますので、まだ9時ですよ。9時、僕はちょっとこのまま真っすぐ行くと秩父高原牧場っていうところに行けますので、秩父高原牧場でアイスを食べに行きたいと思います。かなり交通量が多くなってきているので、天空のポピーの時期は気をつけないといけないですね。車すれ違うのはやっとぐらいですからね、この道も。ここがね撮影スポットなんですよね。いい感じの眺めになってて、右のあたりとか景色がすごいいいんですけど、今日はここに泊まらずに、アイスが食べたい。あ、ちょこちょこ混んでいる。まあでもそんな大した混雑じゃないな。牛はいないか、今日牛いたら牛の動画でも撮りたいなと思ったんですけど、なのでちょっとアイスを食べに行きます。秩父のここの牛乳も美味しいんですけど、なぜか北海道産の牛乳で作った濃厚ソフトクリームというね矛盾がありますけど。ありがとう。さっきの秩父高原牧場のふれあい広場とかですか、あそこは。でアイスを食べてたんですが、あ、アイス売ってたねお姉さんがめっちゃ可愛かった今日。そんなことはどうでもいいと。いやでも大事ですよね。でアイス食べてたら、なんか初かな、僕もしかしたら動画見てくださってる方にね、マットさんですかと話しかけてくださって、で最後ああやって出てくときにめちゃくちゃ手を振ってくれてたんでね、すごく嬉しかったですね。結構いつも一緒に走ってるメンバーとかだと全然動画の話とかにはならないんですけど、ああやって動画いつも見てくださってる方が話しかけてくれるっていうのはすごく嬉しかったですね。アイス食べながらいきなり話しかけてくださったんで、もう完全に挙動不審でしたね、僕が。おうおうおうみたいな。おう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 、すいません、いつもありがとうございますみたいなね。ありがたい話ですね。うわー、混んでんなー、もう完全にこれ。そこのアイスはね、300円で、おう、今抜こうとしたでしょう。おノーノーノー。ノーノーノー。俺が死ぬとこだったぞ、今。わお、What's the fuck? あ、はやぶさだ。いやー、ここはマジ、気をつけた方がいいっすね。ポピーの時期は砂利だ、砂利に取られたぞ今。混んでるので気をつけて走りましょう。はい、ということで、まあ、ここが僕がよく走り来るところで、秩父高原牧場天空のポピーだったんですけども、天空のポピーが例年の4割しか今年は咲かないということで、いやでも綺麗には咲いてたんですけど、ちょっとやっぱり迫力がねないんですよね。でなんか観光協会的なねおじさんとか、さっき話しかけてくれた方々の情報によりますと、麓のポピー街道がすごく見頃だっていうことで、ミナノですね、ミナノ町の方へ降りていって花園インターめがけていくとポピー街道なんですけど、そこがすごく見頃だよって教えてくださったので、ちょっとそっちをめがけてね一旦走りに行きたいなと思いますが、混んでるねー。言うてまだ10時ですけどね、すげえ混んでるわ。これから登っていく人はちょっと混雑が激しそうですね。ああ、そっかそっか、ここいつも曲がるから、この先僕はあんまり行かないんですけど、
これ右に曲がればそのままポピー街道か。ポピー街道、ポピーポピー、あれ何でしたっけ、あれ今日のポピーってやつ。あーすげー、あこっちの方が全然すげーわうわー綺麗だ、ポピー街道、ポピー、今日のポピー、あれかギャグ漫画指折りかマジかマジか、地元民満地だなマジ。僕はこの景色を見ながら走りたいので、ポピー、なんかちょっと写真チャンスの場所ないかな、すげえ綺麗だ。今年はあれですね、天空のポピーよりふもとのポピーの方がすごい綺麗。うわーすげえ、うおこれぞまさに今日のポピーって感じ。あー綺麗だ、綺麗じゃないですか。なんだこれ、ちょっとどっか泊まりたい。今日の動画のサムネチャンス、サムネチャンスくれ、サムネチャンス、サムネチャンス。この辺でいいかな、あちょっと前行こう。うわーすっげー綺麗、なんじゃこれやべえな、え、めっちゃ綺麗じゃん。ふもとの下の方がめちゃくちゃ綺麗で今びっくりしてんだけど、感動。実は天空のポピーは過去に1回見に行ったことあるんですけど、ここのポピーカードのポピーを見たことないっていう。あ、そんなに交通量ないですし、いいですね。この感じでポピーがめちゃくちゃ綺麗だ。